画面の前の皆様、こんにちは、シュンです。普段はポケモンの英語の名前とその由来を解説しているものです。今日もポケモン考察やっていきたいんですけれども、本日のトピックはかなり深刻ですよ。はい、こちらピカチュウ優遇問題。まずはこちらをご覧ください。お分かりいただけただろうか。すべてのポケモンが醜い電子音でうめいている中、ピカチュウだけ一丁前にボイスがついていやがるんです。なんだそんなことか、また共産主義のアホが騒いでえらなんて思ってる人いるかもしれませんが、これってすごく深刻な問題なんですよ。作品を作る際、統一感ってすごく大事だと思うんです。皆様はプロの俳優に混じってアイドルが出演しているドラマを見て、ちょっとイライラした経験ってありますか？僕は正直あります。これはアイドルの芝居が下手だからイライラしているのではなく、この場合このアイドルがお芝居の統一感を乱す存在だから、見ている我々はイライラを感じるわけです。逆の場合を見てみましょう。幼稚園のお遊戯会にいきなり阿部サダヲさんが出てきたら、そりゃあサダヲさんが悪目立ちするでしょ。電子音の海の中で光彦ボイスを発するピカチュウは、今まさにこのサダヲ現象を発動させているわけなんです。サダヲ現象を解決するには2つの方法があります。1つ目はピカチュウの鳴き声を電子音に戻すこと。2つ目はピカチュウ以外の全てのポケモンにボイスを与えるという方法です。今回は後者の可能性を探っていきたいと思います。僕の考えたメリット、デメリット順番に紹介していきたいと思いますので、よければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。まずはメリットから見ていきましょう。メリット1、電子音がそもそも古い。電子音ファンの皆様には申し訳ないんですが、電子音の鳴き声はポケモンがドットだった時代の名残です。ポケモンは最近まで据え置き機ではなく携帯ゲーム機専用のフランチャイズでした。携帯ゲーム機は据え置き機と比べて格段に容量やスペックが劣ります。ポケモンが長らく 3D ではなくドットだったのも、鳴き声が電子音だったのも、これが原因です。時代が進み、グラフィックは 3D にアップデートされましたが、鳴き声だけが電子音に取り残されています。これは僕の個人的な推察なのですが、電子音の鳴き声はポケモンがドットだったからこそ成り立つ要素だったのではないかと思うんです。ヨッシーがかつてマリオワールドでデッティーウと電子音で鳴いていましたが、 3D 作品の進化につれてボイス付きに変更されたのも同じ理由だと推察します。その証拠にこちらをご覧ください。今 3D のモデルのポケモンがボイスと電子音をそれぞれ発しているところをお見せしました。単体ではあまり違和感はなくても、比べてみるとやはり電子音を発しているライチュウに違和感を感じた人もいるのではないでしょうか。ゲームの映像技術というのは年々良くなっています。それはポケモンも例外ではありません。ポケモンのグラフィックが進化すればするほど、ポケモンがリアルになればなるほど電子音に違和感が出て、相対的にボイスとの相性が良くなるのではないでしょうか。
メリット2、新たなマーケティング要素になる。この動画を見ている皆様の中に声優推しの人もいるのではないでしょうか。近年声優という職業はアイドルと肩を並べる、あるいはそれ以上の人気職業になりました。ゲームの宣伝などでキャラクターの名前よりも大きく声優さんの名前が書かれている光景だって今や珍しくないですもんね。現時点でポケモン界隈でも結城葵さんが担当するイーブイ、林原めぐみさんが担当する不思議だねなど、アニメでの声優人気が先行して支持されているポケモンも少なからず存在します。これをポケモンのいわゆる本編、ゲームで全てのポケモンにキャラクターボイスがついたらどうなると思いますか？え、私が大好きなあの声優さん、このポケモンの声も担当してるの？じゃあこのポケモンの熱大集めないだ。こうなるわけです。今までポケモンに興味がなかった人が声優目当てでこぞってポケモンを始めるわけなんです。新たなターゲット層開拓完了 QED です。さらにさらに、今まで不遇な対応を受けていたマイナーポケモンに超人気声優をあてがえば、あら不思議、マイナーポケモン脱却、人気ポケモンの仲間入り、俺って天才だったかもしれん、ゲームフリークよ、俺を雇え。以上が電子音を撤廃して全てのポケモンにボイスを採用するメリットでした。次はボイス採用に伴うデメリットをご紹介していきましょう。デメリットその1、イメージと違う問題。電子音の唯一のメリットといえるのが、ポケモンの声に具体的なイメージを与えないことです。ポケモンのゲームの真髄にはそれぞれのプレイヤーが主人公で、プレイヤーによってその人にしかできない冒険を体験することにあると思うんです。つまり同じポケモンを見ても体験した旅によって全く違う印象を持つ可能性が高いということです。ポケモンにボイスを与え、一つの具体的なイメージを固定化してしまうと、自分の旅で蓄積したイメージと矛盾が生じ、違和感を感じてしまう可能性があるということですね。デメリットその2、単純にお金がかかる。おそらくこの動画を見ているほとんどの皆様はこの問題が頭をよぎったのではないでしょうか。この動画の収録時存在するポケモンの数はこれくらい。全てのポケモンが同じゲームに収録されることは今後ないとしても、数百のポケモンに声優をあてがうと莫大な額が必要になります。さらにポケモンは今や世界的な規模のフランチャイズです。日本のゼニガメがゼニゼニーと鳴いているように、海の向こうではスクワローがスクワロースクワローという風に鳴いているわけなんですね。日本国内でも声優を集めるのが大変なのに、それをかける存在する言語の数だけやらなくてはいけないんです。どのくらい莫大な金額が必要になるか想像すらできませんね。以上がボイス実装に伴うデメリットでした。メリットとデメリット両方考えてきましたが、やはりお金の問題は大きいですね。もちろんメリットも魅力的ですが、結論としてはピカチュウ以外のポケモンにボイスを実装することは現実的ではないようです。と思ったのですが、実装されている全てのポケモンにボイスがついているゲームが実はもうすでに存在していたんです。それがこちらのポッケンです。実装されているポケモンの数は RPG のポケモンと比べてかなり少ないですが、こういうゲームが存在する限り、すべてのポケモンにボイスがつく RPG ゲームの存在を 0% のとは言い切れないのではないでしょうか。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。いや、この動画の制作中に新作のポケモンアルセウスが出まして、見事にピカチュウのボイスが没収されていましたよね。うん、
共産主義の犬は僕ではなくゲームフリークだったということでしょうか。しょうもない冗談はさておき、これはゲームフリークが僕が今回提示したこのサダオ現象を前々から認知していて、それを解決するために取った行動というふうに解釈して間違いないのでしょうか。今回のピカチュウのボイス没収問題について皆様はどうお考えですか？コメントにてぜひ意見を聞かせてください。また自分の好きなポケモンを誰でもいいから好きな声優さんに演じてもらえるとしたら、一体どういう配役にしますか？僕の願望もコメント欄にて書いてありますので、皆様のもぜひ教えてください。今回の動画は以上です。よければ概要欄にある他のポケモン考察動画も見ていってくださいね。それでは皆さん、さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録してください。よろしくお願いします。あと全然関係ないけど、太平洋です。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。